おはようございます。マリアさんが出かける準備をしているので、ちょっとおにぎりやってるか確認します。大丈夫です。面白いギャグは自然に言うようになってるんですよ。いただきますが、うまそう。じゃあそっちはね、もう一つのことセブンイレブンに行きますから。はい、うわ、うまっ。ただほら、曇りイコール霧雨っていうのがあれ、ちょっとやっぱり隣の人がちょっと違う。まあ、美味しい山漬け筋子のおにぎりと丸いやつ。お、1年ぶりの大樹町のコスモールですね。コスモール、ああ久々だ。マリアさんは車を止めてます。宇宙食、ああこういうの食べれないんだよな。お、水飲めるんだ。本日は第61回大樹町商工祭りにご来場いただきまして、お疲れ様です。ラジオではありがとうございました。ありがとうございます。今日も頑張りますんで。あ、そうだ、ハト出すです。サンを出すんで、はい、なんでっていう様子見えるんですけれども、300円になります。うまそう。私結構時間かかってましたね。プルンプルプルンプル、こっちにしようかね。うまお肉と合うぞこれ。だって絶対お米と合うもん。うまそうだな。嘘でしょ、めっちゃ雨降ってきたじゃん。こっち側降ってない、どういうこと？したらば、行ってきます。終わりました、ワンステージ目。次がサンズハンでございますね。昨日、披露町で来てくれたカエルのカッパを着た子が、今日もはるばる大樹に来ていただき、手紙をもらいました。嬉しい。すげえ。すべて終わりました。あとは札幌に帰るだけです。丸谷さん、運転お願いします。帰りは疲労ではなく、天満街道を通って帰ります。すげえ。トウモロコシ畑、トウモロコシ畑、ね、ドンフランキーはスピードが違いますからね。龍の雪だですね。お、めっちゃ当たったじゃないですか。でも1番人気と2番人気と3番人気ですから。え、でもすごくないですか。いや、すごくない。だって完全に当たったってことですよね。完全に当たってます。え、これいくらだったんですか。いや、一番安いと思います。ないくらかけたんですか。わか、言えない。マイナスに。ああ、ここ欲しい。これ足毛ですよ。わ、すっげえ。これなかなかない、こういうパターン。ここ欲しい。やっほー、有名になれよ。かわいい。やったー。
肉ラーメンいいっすね。味噌カレーに肉ラーメンいいですね。はい、味噌で。昆布いいっすね。昆布餃子一つ。札幌大会のお知らせですね。あ、吉田さんから連絡ですか。LINE は来てます。はい、すごいよ。へえ、何これ、すごいやん。日高昆布餃子。へえ、すごいっすよこれ。昆布、日高昆布餃子。へえ、あのメッセージ入れていただいてありがとうございます。すいません。すごい。はい、どうぞ食べてください。いただきます。香りが、あ、いい香りが。あ、なるほど、刻まれて入ってますね。うん、うわ、うまそう。これ名前何でしたっけ？ミルクラーメンの？カレーと味噌カレーミルクラーメン。いただきまーす。うん、うん、うまい。なんか味噌とカレーの喧嘩を、なんか牛乳が仲裁に入ったみたいな、ちょうどなんか最高。大盛り結構ありますね。マリアさんって帰り大盛り食べますよね。前も山岡屋そうだし、スパカツもそうだし。黒部屋は中盛り。あ、中盛りでしたっけ。中盛りなんかあるんですね。今度絶対チャーシュー丼食べます。姫さん、ごちそうさまでした。はい、どうもごちそうさまでした。よっしゃいや、もうだいぶ暗くなってますね。一瞬で、わずか20分くらいで。蔵蔵で休憩でございます。蔵の湯とかの系列らしいです。日高昆布温泉があるとのことで、昆布がなんだ網に入ってるみたいな。こんな感じで旅は終わりですね。ありがとうございました。Say goodbye to green angel. He's coming back home for the next magic show.